長昌平は、新末、中華民国の革命家、政治家、中国同盟会以来の革命派人士、後に、南京国民政府の要人となった。字は、厚生、厚生、厚生、後語へ、疑問。語は人祭。筆名に、南風主人。1904年、石膏部美学堂に入学する。翌年、同学の寄付らと共に、 日本への留学生に選抜された。東京新部学校を経て、早稲田大学に入学している。この時、孫文が結成した中国同盟会に加入した。早稲田大学卒業後に帰国している。1909年、劉和子らが蘇州で組織した難社に加入し、以後、革命派のための分泌活動に従事する。侵害革命にも革命派として参加し、 南京臨時政府兵坦総監部参謀長、南京留守府交通局局長、チャンス都督府副参謀長を歴任している。1913年の二次革命に敗北して、海外に逃れ、バタビア中華学校校長となった。なお、高校史持派による王子研究会にも名を連ねている。帰国後の1918年、勝率気南学校校長となる。 1926年、上海で太平同胞という雑誌を刊行し、当時の節備疎患後小貫根軍総司令、孫殿法のために連勝自治を宣伝した。1928年8月、国民政府により北平市政府社会局局長に任命された。翌年には太夫市政府教育局局長に移動している。その後、復興月間という雑誌を創刊している。 1939年、張昌平は香港に移住したが、間もなく上海に戻り王朝明の活動に参加する。同年7月に王が開催した幹部会議にも出席した。1940年3月末に南京国民政府が正式に成立すると、張昌平は初代教育部部長に任命された。その後、中央図書館館長、変役館館長、 中央政治委員会委員、清里委員会委員、文物保管委員会委員等にも任じられる。8月、教育部部長から上海大学校長に転じている。また、各期で中央政治委員会委員を務めた。日本敗北後の1945年8月、張昌平は深海に逃亡した。しかし、結局、漢漢の罪を恐れて自殺した。去年68、 ありがとうございます。